大神さんにだけお話ししておきたいんです。私、子供の頃、おてんばで喧嘩友達のたけし君と遊んでたんです。あの日、おばあちゃんが外で遊んじゃダメだというのに、たけし君を誘って木登りをしていました。すると突然空が真っ暗になって、さくら、雷さんが怒ってるぞ、早く隠れよ。平気だよさくら、雷さんもなんか怖くないもん。たけし君は雷様におへそを取られたんです。私がおばあちゃんの言うことを聞かなかったから、それ以来私、雷様が怖くて、いつかたけし君のようにおへそを。おかしいでしょ、後部に乗って戦うパイロットが雷様を怖がるなんて。ああ、私恥ずかしくて死んじゃいそう。大神さんにあんな姿を見られるなんて。神さん、ありがとうございます。雷様が怒っている。おへそ取られちゃう。
神さん。本当にそんなことができるんですか？